げえ技だな今の。いや私にも何が何だか。その光、そうだったのですね。兵団長、あなたはこれよりウォーリア・オブライトを名乗りなさい。まさか私の。ええ、コーネリアに伝わる光の戦士伝説、名もなき勇者の心に宿る力、ウォーリア・オブライト。あなたこそこの国のセーバーとなるアプリカントだったのです。アプリカント？セーバー？セーバーとは歴史の転機などに現れる突如奇跡の力に目覚める救世主のことです。またその光を秘めているものを候補者、アプリカントと呼びます。ウォーリア・オブライトの伝説は我がコーネリアだけのものですが、その他のアプリカントは世界各地にいるとも伝えられています。私がウォーリア・オブライト？ええ、間違いありません。確かに先ほどのラーンとレーンから受けた光で長い眠りから覚めたような、そんな気が。まさかあなたたちはアプリカントに覚醒を促す力まで持っているのですか？すみません、前も言ったようにほとんどの記憶をなくしちゃってて。それより、セーラ姫は下がってください。あれが敵のボスだな。ラン、兵士は人間っぽいから手加減しなさいよ。大丈夫大丈夫、弱い者いじめはしねえって。分かってるならオッケー。行くよラン。おい、めっちゃでっかいのです。こいつ何こんなでかくなったんだ。あんまり考えない方がいいんじゃないかな。あっちゅう、これで。
彼らは特権階級クリエイターになるために戦っている人間のはずです。一体何が？